おはようございます。速稼塾の久保です。今日からね、ホットコーヒーが朝私の食卓に加わりました。いただきます。ということで、だいぶね、夏の雰囲気も冷めてきて、秋になり、そしてまた冬に向かうのかなということで、時間が経つのは本当に気がついたら早いもんだなと思いますね。つい最近ですね、私トランザムを買ったような気がしますし、つい最近トランザムのエンジントラブルに周り見れてね、あの暑い炎天下の中な苦労したような覚えがあるんですけども、さああれからですね、数ヶ月経って皆さんいかがでしょうか。人生どのように変わったでしょうか。なんかね、うまくいってる、良くなってるならいいんですけども、思わぬ未来に遭遇してしまったっていうこともあるんじゃないでしょうか。今日はね、そういったことを絡めて2人の速稼塾塾生さんのことをちょっと紹介しようかと思います。お一人なんですけども、これはですね、ご存知ミスターマイアミさんですね。この方はですね、7月に速稼塾に出会って、それからというものを毎日速稼塾に対して、熱意をね、捧げてくださって、速稼塾に対してというよりも、速稼塾に出会って自分の人生をね、深く見つめ直すようになって、それから YouTube のアップロード数も多分ね、塾生1ぐらいじゃないかなと、私を除いて塾生1ぐらいじゃないかなと思いますし、日本に帰ってくるような、マイアミから日本に帰ってくるような運命もきちんと利用していくとかね、それから家族に自分のことをきちんと話して、自分は独立したいんだと、ネットビジネスやっていくんだってこともやっぱしっかりお話してるんですよね。お子さんとかもいらっしゃるのにね、やっぱ大したもんだなと思いますし、 FX も真剣に取り組んでいらっしゃると。マイアミにお住まいなんでね、他の塾生さんとはちょっと環境が違って、例のやつができなかったり、自己アフィリエイトができなかったりしてるのに、多分一番実績を作ってるんじゃないかなと。これがだから手元にあるカードをしっかり使ってるってことなんですよ。ないものを嘆くんじゃなくて、あるものをしっかり活用していくっていうところでね、最大限のパフォーマンスを出してくださってるんじゃないかなと思います。私の速稼塾の中で、そこそこうまくいくっていうかね、月収100万をやっぱ1年以内に突破した方って大体スタートがこうなんですよ。だから初速が最大速みたいな感じなんですよね。だからその特徴がもうありありと出てるなというふうにね、このミスターマイアミさんには深く感じますね。やっぱこのスピードとこの熱意でやると掴めないものはないかなと思うわけなんですよ。はい、そしてもう一人紹介したい方が、風水のですね、天野千恵里さん、京都のですね、この方がね、今回ね、結婚運を引き寄せたわけなんですよね。私もね、40までは結婚する気配が全くなくって、もうこれダメだなと思ったわけなんですけども、本当にね、ご縁のおかげ、運が良かったのか、今の奥さんと出会って、今月はね、子供も生まれると息子も生まれるみたいなことになりました。本当にね、あっという間にね、人生がぐるぐるぐるっと変わったわけなんですけども、私もこれは運が良かったなと思いました。で、今回ね、天野千恵里さんの風水が運気を呼び寄せて、依頼者さんのもう息子さんまで縁が良くなっちゃったんですよね。息子さんが今回ね、ずっとその依頼者のお母さんが、うちの息子は結婚ダメだなと思って諦めてたのに、風水のね、鑑定を受けたので縁ができて、あれよあれよというままにまとまっていったっていうお話をね、されておりましたけど、いや、やっぱりね、私たちは運っていうよくわかんないものに影響を受けてるところがあります。とかく悪くなった時っていうのは自分の実力がない時、良くなった時っていうのは運気にやっぱりね、こうまとめられてっていうかね、引き寄せられてっていう表現ですかね、そういう風になっていくんだろうなと思います。本当に良くなった時は運、そしてその運を離さないようにしっかりと握るのは自分の力と、そして自分の力がなければせっかく来た運が不運になるというね、逆に働いてしまうってこともあるんではないかなと思います。今日はお二人の方をね、ちょっと紹介したいので、動画の方をお付けしておきます。ミスターマイアミさんの動画、ミスターマイアミさん2本動画を作ってくださってますよね。減量も1ヶ月で6キロ半成功したということなんで、その話も聞いてみてください。そして天野千恵里さんの依頼者さんの息子さんが結婚のね、運を手繰り寄せたということで、対談の模様をどうぞご覧ください。このお二人ね、そして天野千恵里さんはこの度 YouTuber として、宣言されました。以前からね、されてたんですけども、改めて私も YouTuber ですよと、 YouTube ですよって YouTube 部に入れてくださいねみたいな感じでいらっしゃいました。ちなみに YouTube に入るために別に条件はありません。動画を1本以上上げてる方はいつでも OK です。あと本人のご希望があればね、またこの私の放送で紹介させていただきますので、ご覧いただければと思います。それでは今日はですね、ちょっと紹介する動画が天野千恵里さんのものとミスターマイアミさんのと2つになりますけども、よろしかったらご覧ください。どうぞ。